では始めたいと思います。皆さんこんばんは、レック生理講師弁理士の納富です。担当試験終わったばっかりですが、もうですね、論文対策を始めなければいけないので、今日は、この40日をですね、どうやって使っていくのかということで、話をしたいと思います。で、その中で、皆さんが、多分一番気にされている、何を直前のラインナップで、取ればいいのかっていうところに言及することになるので、それを聞いていただいて、で、必要なものを取っていただければいいかなと思いますね。で、今日は免除の方も多分いらっしゃるなっていう感じなんですけれども、昨日の試験ね、免除の方早めに解いてくださいね。もう回答レックも出してるし、特許庁も発表になってるから、答え分かると思うので、免除の方早めにね、ちょっと解いておいてくださいね。で、今年ちょっと変な傾向があったんで、難易度は例年よりも低いと思います。昨日の試験はまあまあ簡単なので、一説には結構そのボーダー上がるんじゃないかみたいな、そういうことを言われる人もいるんだけど、私は上がらないと思ってますね。多分論文で見るんだろうと、結構拾って論文で見るんだろうというふうに思いますね。ですからもう39あったら心配しないで、論文対策をしていただきたい。で、間違っても発表、合格発表まで待ってたら間に合わないんで、で、ボーダーがどうであれね、要は39とか40とか、41ぐらいまでだったら論文結構厳しいわけですよ、正直。相当頑張らないと、ね、だからやっぱり45点取ってる人よりかやらないといけないのに、心配して発表まで待つっていうのは逆方向ですから、今年の試験を不意にしちゃいますよ、それだとね。だから点数がやっぱりギリギリであればあるほど早く始めなければいけない、だから今日来られてるってことはちゃんとそこは切り替えてやろうと思ってると思うし、中継校の方ね、どれくらいいらっしゃってるかっていうのはちょっとわからないんですけれども、しっかりやっていただきたいと思います。で、まず担当試験もそうでしたけれども、やっぱり勉強時間ですよね。それ確保しないともう話になりません。で、直前期ですから1日5時間勉強してください。もう40日間、平日でも、もちろんレクに来て明日とか週2回直前答練あるし、公開模試も土日のどちらかに入りますよね、1ヶ月間。だからそこはもちろん勉強時間にカウントしていただいて構わないんだけれども、そうじゃない日ですよね。だから今日だって帰って本当は勉強していただきたいし、で、その間の水曜日とか木曜日とかもちゃんと5時間ぐらいは勉強していただきたい。で、担当と違ってやっぱりちょっと厄介なのは、電車の中でとかなんかながら勉強がしづらいんですよね、論文の勉強って。で、そんな中でもながら勉強をやっぱやらないといけないし、で、ながら勉強でやれることはやっぱりインプットです。で、論文は、知識と型の両輪が揃って初めて、合格答案になりますが、知識の面は8割型担当知識です。ですから担当が45点超えたんであれば十分だよねっていう感じです、担当知識の部分はね。で、裏を返せば45点超えてないんであれば合格はしてるけどやっぱりちょっと足りないよねっていうことも言えるんです。だから早めにその担当の復習4法でいいですよ。条約以下の下3法いらないから、上4法に関してはちゃんと見直していただきたい。相続雑則罰則とか民訴の重要とかあの辺はいいけどね、今年特許でもちょっと民訴とか出てたし、一生でもなんかちょっと変なところ出てたところあるんで、そんなんいいですよ、ほっといたらいいけど、分かるんでしょ、論文で必要なところ、そこは早めにやっていただきたいですね。で、特にちょっと山手講座で私も頑張らなきゃいけないんだけれども、今年はなんか変な傾向がありましたね。担当解いてて簡単なんですけど、問題自体はそんな難しくないんだけれども、
ちょっと今までな感じじゃないよねっていうちょっと問題の傾向があったんで、多分論文も癖つけてくるよねと思ってます、うん、で去年は医症法の類似当てましたけれども、やっぱり医症法は割とその一行問題とかそっちの比重が大きいので、一行問題対策もやっていかなきゃいけないですよね。なのでちょっと今日手元のレジュメをもとにお話をしていきますが、インプットもアウトプットも両方やる、担当受けてきてたからインプットはいらないじゃなくて、インプットもアウトプットも両方やるっていうことです。で、まずレジュメ1ページのところですが、まあ、40日ですねあるんですけれども、40日って1年の10分の1なんで、まあまあ長いんですよ、そう思うと、うん、だから明日開講する論文直前討論でも私採点に入るんですが、1回目の答案採点した人が、まあ、大体そうですよね、後期に入ったぐらい 5,6 回目ぐらいのところでもう1回当たるんですよね。でそうすると人によってはもう本当化けてて、答案が初めひどい状態でも結構後期に入るとなんか受かるんじゃないかみたいなね、そんな気になるような答案を書いてくるんです。ですから40日ってそういう意味では答案が化けるには割と十分な時間なんだというふうに思ってます。でかつてなんですけど、もう本当に名前しか点数つけるところがないみたいな、8点つけたんですよ、具体的に言うと8点つけたんだけど、後期ぐんと伸びてきてそのまま受かった一発合格者がいました。正確には一発じゃなくてね、半年合格者なんですよ。当時は冬制って言って12月開講のコースがあったんで、春制の4月制とは別に12月制も私担当してたんですね。で12月から開講するから言ったら半年制なんですけど、その人1回目の論直8点だったんですよ。でも正直ね、8点も超ボーナス点だった、私にとってはもう本当に丸つけるところがない答案だったんですよ。で、まあ、名前書いてるし、まあ、綺麗な字だったんでね、まあ、ちょっと0点っていうわけにいかないよねと思って、もう情けで8点つけたぐらいだと。それが後期になったらぐんぐん伸びてきて、であれよあれよとなんか力つけてそのまま半年合格しちゃいましたよ、一発で。うん、もちろん専任じゃなくてちゃんとお仕事もされて、結構超有名企業でまあまあ忙しい人だったんですけど、だから割とその40日って短いようなんだけれども、答案が化けるには十分な時間なので、まあ、しっかり時間かけてやっていただければ、やってない人もいっぱいいるからね、うん、追い抜くことができると思います。で担当試験もそうだけど、論文試験もやっぱりその勉強した順に受かっていくというか、勉強量はまあ嘘つかないんですよね。で特にその一行問題、さっきもちょっと下で講師室で話したんですけど、まあ、去年医症の類似を山で出したわけですよ。で私も去年結構確信を持って類似が出ると思ってたんで、もうこれ書いたらバッチリだよっていうぐらいのレジュメを出したんですよ、類似の。これでやってっていうぐらいのレジュメを出したんですよ。類似出ますよぐらいな感じじゃなくて、これですっていうレジュメを出したんですよ。で結果として、まあ、一発で受かった女の子なんですけど、ちゃんとやってなかったらしいんですよ。道場出てるのに、出てるんだけど、なんかさっきも言ってたんですが、みんな結構そのなんていうか本当かよと思う、その突拍子もない論点を私が言い出すと、本当にそんなん出んのっていうふうに思うらしく、割といるんですよ、そういう人。山当てたでしょ、なんでできないのっていうのがあるんですよ、うん、で、まあ、結果としてその子も超優秀な子だったんで、もう多分40日寝てても受かるよっていう状態の一発合格者だったんで、まあ、結果としては良かったんだけど、ちょっと一生危なかった。だって道場で出してるんだから、出てる人はみんな書けるでしょ。だからまあ彼女はちょっと危なかったんだけれども、そういう感じでやっぱりね、医症商標特にですが、一行問題対策やらなきゃいけないです。そんなの毎年ドンピシャで当てれるとは限らないしね、私だって。だからやらなきゃいけないです。でインプットは
あのアウトプットの後都度行っていくっていう方法を取らないとちょっとキリがないし効率が悪いのでやっていただきたいんだけど、あの受験組の方、担当受験組の方はちょっとそれだけじゃ足りないかもしれないですね。ちょっと広めにやっていかないといけないから、論直で出たものを、あと例えば明日の論直で選手が出たとしますよね。そしたらウォーキングビームロ聞かれてなくてもウォーキングビームロやる、うん、あの選手だけじゃなくて隣の中央圏もやってみるみたいな感じで、ちょっとこう広く広く、特にあの担当受験組の方はやっぱり論文からちょっと遠ざかってると思うので、広く広くインプットをやっていった方がいいと思います。で、免除の方だってそれは同じかもしれないですよね。あの論文の勉強イコールゼミで書いたり答練を受けることって思ってる人結構います。あの特に免除の方の方がそうかもしれないなと思う。あの答練にしか来ない人っていうのもやっぱりいるし、でもっとひどいのはエルゼミしか受けない人っていうのもいます。で、そう、受からないよねと思うんですけど、それだとインプットどうしてんのかなと思うんですけど、あの論文は基本インプットなんで勝負がつくのは、あの今の本誌ってね、ここ5年ぐらいの本誌見てもらったら分かるんですけど、結構設問に分かれてるんですよ。特にあの特許なんかだと設問1から5とかあるんですよ。だからもう物理的に一つの設問についての答えって短くならざるを得ないでしょ。だから一問一答にだんだんこう近いわけな、答えを書くっていうことが大事になってくるんですよ。だから昔みたいに自分でなんかこう組み立てて、なんかこう自分のその組み立ての力でこう説明していくみたいな、まあ言ったらその構成力とかそういうものが本当にね今はいらなくなってきてるんです、だん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 。でそうすると結局何が大事っていうと、間違わないことを知ってることなんですよ。で間違う間違わないはもう大体担当知識なんだけど、知ってる知ってないになるとそれ以上の、例えばその判例だったりとか一行問題だったりとか、まあ、要は趣旨ね、趣旨とかそういうものだったりとかするので、その知らないことがないようにっていうことがやっぱり必要で、知らないことがないようにっていうふうに言うと、なんか広く広く手を広げようとするんだけど、結局書けないと意味がないから、やっぱりある程度有限にしてその中で書ける知識を増やしていくっていうスタイルを取らなきゃいけない。なので40日の間でインプットをやらなきゃいけないと。で担当受験組はちょっと論文の腕がちょっとこうなんていうのかな、落ちてると思うんで、しばらく書いてないから、だからちょっとアウトプットの比率を高めで入って、でだんだんインプットの比率をこう高めていくっていう感じでいいと思います。まあ、そこの簡単な図の通りで、免除の方はね、もう免除の内容によると思うんですよ。何年目免除なのかとか、あと何点で免除になったのかによるよねと思ってます。で現実的に私もクラスの中に何人もいわゆるその免除切れの方を抱えるんですけど、やっぱりね結構きついんですよ論文が、でやっぱりその免除切れする人たちのほとんどは余裕がないんです、担当の点数に、受かった時の担当の点数に、まあボーダープラス3点ぐらいで受かってる、それ以内で受かってる感じだと、そこがもう担当合格のラインなのに、1年後2年後ってなるとどん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 知識落ちていきますから、どん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 間違うし、どん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 知らなくなってくるんで、やっぱそこすっごいやらないと論文受からないんですね、担当受験組に負けます。で実際今は担当受かった年が一番受かりやすいから、だから担当受けた人で45点越してるんだったら結構いい状態だと思う、正直いい状態だと思います。で実際データ上8割超えてきますから、論文通過率だから、担当がもう45点超えてるんだったら、まあ、それで油断はダメだけどね、もちろん8割超えるって2割に入る可能性だってあるわけだから、まあ、そこは
甘く見たらダメなんだけど、でも担当受かってきた人、過去かもしれないけど受かってきた人の中の4人に1人しか受からない試験に今度皆さん挑むわけなので、まあ、今当然今日は新しい景色だと思うのね。ここに来られたことが新しい景色だと思うし、それは喜ばしいことで、まあ、昨日は一つの区切りだったと思うんですけど、ただこっからがやっぱり山で、担当試験はもう本当いろんな人が受けるんで合格率そんな高くないけど、でもいろんな人受けますよね担当試験は。で昨日も私Lタワーの方で速報会行って、で、まあ、どっちかというとやっぱアウェー感はたっぷりなんですけど、私にとってはアウェー感たっぷりだったけど、でもそれでも個別相談結構来られたんですよ、何者方が。でその個別相談の中であんまり勉強しなかったんです正直っていう方もちらほらいらっしゃったんですよ。だからなんかこうだらだらやってて本心の日が来たみたいな、だからあんまり真面目にやってない、だからまあそんなにショックそうでもなかったんですよ、ダメでもそんなにショックな感じもなかった。でそういう人もいるんで、担当試験受けるのは別に誰でも受けれるから。だけど今度の論文試験はそうじゃないんで、担当受かった人しか受けられないでしょ、うん、本当に今度は相対評価ですよね。担当は絶対評価ですけど論文は相対評価ですから、だから周りの、まあ、あんまりその消しかけるとよくないけど、自分の周りの4人の中の1人に入らないと受からない試験なので、だからそういう意味では厳しいです。だから担当45点超えてるから楽勝だわではいかないんだけれども、ただ知識面ではちょっと余裕があるかなっていうのは確かですね。なので45点超えてる人はインプットちょっと浅めでいいけど、そうじゃない人はちょっと深めにいかなきゃいけないから、この割合っていうのは、まあ、人によって違うよねっていうのはあります、この部分はね、うん、はい。で昨日の本誌は商標が難しかったんですよね、ちょっとね。だから結構高得点で受かってる人でも商標割と余裕がない感じで受かってきてます。で一方で衣装が楽だったと思う、うん、2問しかいくつあるかなかったし、で1問だけちょっとのジュネーブの変なのがあったけど、あとはもう割と特許で出してもいいよねって判例だったりとか、割と楽勝だったかなと思う、うん、で特許はまあ例年通りかなと思う。変な問題も私が担当したパートだけでも2問特許ちょっと変な問題ありましたけど、まあでもまあ毎年のことなんで、特許は20問もあるからそりゃそうだよねと思うので、まあ、例年通りかなと思うんですね。でまあ、毎年毎年なんですけれども、やっぱりこう事例化が進んでいて問題文が長くなっていて、で昨日の問題だと自分まで問題となる、まあ、担当でね久しぶりだなって見てたんですけど、なんかそういうのが出たりとか、ちょっとそのこのまま論文の設問に使えそうだなみたいなのが結構あったんで、だから試験の先生もね、結構大変、毎年毎年、まあ、大変ですよね、新規な問題作らなきゃいけないから。だから担当試験を作った先生ももちろん論文試験を作るっていう感じになってくるんで、傾向は似てくると思います、うん、なのでちょっとしっかり早めに、少なくとも5月中には全部4法の早速雑速罰則以外やっといてください、ちゃんと復習をしておいてください。で、インプットやれやれって言っても、じゃ あ, まあどこまでやるのかっていうことが問題になるんですが、次のところのテーマですが、まあ、どこまでやるかっていうことですよね。で定義趣旨がやっぱり厄介なんですけど、今日、まあ、勉強しなくてもいいんだけど今日はね、だけど今日帰ってまずやっていただきたいことが一つあって、それは何をやるのかっていうことを決めてほしいんですよ。だから趣旨はこれだけやる、判例はこれ一冊やるみたいな感じで、やることを見える化してほしいんですよね今日中に、うん、でアウトプットもそうですよ。例えば中上級の方であれば論文実践討論で
成績が悪かった問題だったり、成績悪くないんだけど自分的にあんまり良くないなと思ってるものだったりとかあるはずなん でそれもやっぱりもう一回やった方がいいよね。まあ、成績良くてそのもうかけてるんだったらやらなくていいんですよ。こんな時間がない時にやるべきじゃないですよ。だからやっぱり時間がない中で40日というもう限られた時間の中でやれることっていうのはそう多くはないので、なので実践トレーニングの中でもやるものやらないものっていうものをこう分けていくっていうことの作業は今日中に終わらせた方がいいし、で判例とか一行問題っていうのは どれを使って何を使わないのかっていうこともちゃんとやった方がいいです。で優先順位って結構自分でつけづらいじゃないですか。この趣旨重要かなどうかなっていうのは分かんないですよね。で、まあランク付けしてる中上級とかもそうかな、ランク付けしてますよね、私の機関講座の判例集だったら。だからまあそれを目安にしてもらってもいいけど、でもさっき言ったように一行問題とかっていうのはやっぱり意匠商標から出やすいんですよね。で仮に特許で出てできなかったとしても結構な問題数の1問ができないだけなんで、それで落ちることはまずないんですよ。でも意匠商標は割とその設問に一行問題に 2,30 点ついてくることもあるから、手が出ないっていう状態だともうそれでアウトなんですよね、意匠商標の場合は。だから私が思うには、まあよっぽどその人が意匠商標も私大丈夫なんですって言うんじゃなければですけど、意匠商標から一行問題やるっていう方がいいと思う。だからもう杓子定規に全部やらないことですよ。この40日のテーマは杓子定規にやらない、全部そうです。当連も全部復習するわけではない、ね、趣旨も全部やるわけじゃない、判例も全部やるわけじゃない、前からやるわけじゃない、一番からやらない、産業上利用性から趣旨はやらない、そんな感じで杓子定規にやらないことが短期戦の一番のテーマです。短期戦に勝つためにはそういうこと、杓子定規にやらないことで、重要かなどうかなっていうことの目安がつくし、ちょっとコンパクトにまとまってるものが使いやすいなと思うんであれば、私はこの口述アドバンスを進めてます。で、口述アドバンスで聞かれる、口述で聞かれることは当然論文でも聞かれるんだけれども、コアなものしか口述では聞かれないので、何がコアなのかっていうのが分からないんだったら、ここに載ってるものがコアなんだなっていう理解でいいと思うんですよ。で、めっちゃまあ口で説明するので短くなってるから、まあ、なんていうのかな、一言で言えるようにまとめたいんであれば、その参考になると思うし、で何よりも皆さんは今度論文試験終わるでしょ、全員これ買いますから、買いますからって、買わなきゃいけないから、口述アドバンスは。論文は結果が出るまでに結構時間がかかるので、まあ自分でこうある程度自己評価して、で口述の勉強を始めるか、来年に向けてもう一回リスタート切るかっていう判断をしなきゃいけないタイミングが来るわけですよ、7月のその本試終わったら。で、私たちに再現とは持ってきてもらってジャッジしてもらって、もらうって言っても、まあ8割9割方口述の勉強をやりましょうって言います、よっぽどじゃないと。まあ、白紙で出しました、途中で出てきましたっていう人以外は蓋開けてみないとわからないんで、口述の勉強をやりましょうねって言うんですよ。だから持ってきてもそんな今年ダメだねってことはあんまり言わないです。多分それはどの先生もそうです。で、やっぱり相対評価なんで、その方の答案だけを絶対評価したら、なんかこれもうダメだなと、今年ダメだなっていう答案でも、みんなできてないっていう年もやっぱりあって、でそうすると、まあ、蓋開けてみると受かっちゃってるっていうのがあるんですよ。でそうなった時に、じゃあそっから口述の勉強して受かりますかって、まあ受かりません。普通は発表後の口述の勉強間に合わないですよ。これも 100% に近いって言ってもいいと思います。そっからもう一から口述の勉強やりました、間に合わないです。発表から試験までの間が、どれぐらいあるかな、そんなないでしょう。だから口述は論文の本試が終わってすぐ始めるんです、ほぼ全員が、だからその時にこれが必要になってくるんで、いろいろ
水道橋は口述の先生もいらっしゃるんで、あのインプットの結構重たい講座とかもやるんですけど、まあまあ、そんなにいらないんですよ正直。そんなに、まあ、担当、特に担当受かってきてる、割と点数で受かってきてる人たちがそんなん取ってまでやる必要あるのって言ったら、 95% 受かる口述試験で、それまでそんなところまでにお金かけなくてもいいよねって思ってるんです個人的にはね。自分でやれば十分だろうと。だからあのそこまではいらないんだけど、でもこれはいるんですよ、過去問だからどうしても、うん、だからいつ買うかだけの問題 で、しかもその論文対策に目的が使用できるんであれば、まあ、早めにこれは買った方がいいと思う。なので私毎年言うんで、多分水道橋本校にはすごい在庫を置いてくれてるので、もう今日でも買って帰った方がこれはいいと思います。一行問題対策に使えます。で、青本を読むかどうかっていうことなんですけど、今年担当試験の内容が青本に書いて、青本しか書いてないこともパラパラ見受けられたんですね、実は。だから青本多分好きなんです、今年の試験の先生だから。読んでいいし、まあ、あの論直とかでも青本出してはいるんですけど、まああの量じゃないですか。40日にそれを費やす価値はないですよ、うん、期間講座でこれ10月だったら読みましょうねって言いますけど、40日しかないのに青本に全てを捧げるみたいな、そんなことは絶対非効率的です。だから青本で必要なことは論直とか、まあ、その講義の中でこれは青本も読んどこうねっていうふうに言いますから、ちょっと自分でなんか自己判断で読み漁るっていうのは控えていただきたいと思います。で、あと審査基準もね、今年肉の2の実質同一とかちょっと審査基準マターが出たんですね、ちょこっとだけ、うん、だけど論文でじゃあどうかってなった時に多分出ないんですよ、論文では。だから審査基準はまあいいかなと思うし、で最低限必要なことはまあ講義の中で出てくるから、まあそれでいいかなと思います。はい、であと3つ目なんですけど、これが一番大事で一番よく聞いていただきたいんですけれども、論文実践討論受けてきたんだけど担当の勉強があったんで論文実践討論の復習があんまりままなってません。でベーシックの方だと合格ナビゲートゼミが結構、まあ、6回分かなあったと思うんですよね。でそれもまあまあ難しい問題だったの でそれまだ復習ができてませんとか、レベルアップゼミ、皆さん の高橋先生のねレベルアップゼミを受けてたんだけどその復習もまだ完璧にできてませんっていうのは、もちろん復習もしなきゃいけない問題もあると思うんです、あると思うんだけど、じゃあそれで済むのかっていうと、もう直前期はもう絶対に新作問題に当たらなきゃダメですよ、うん、で新作と旧作っていうかその復習の割合でいうと、もう本当は7対3ぐらいです。やっぱりね、あっていうような問題、その初めて見る問題文に対してのどう対処していくのか、いわゆる現場思考力っていうのは一回解いた問題じゃ絶対役に立たないんですよ。一回もう経験してるからもう緊張感もないし、それも絶対ですよそこは。なので復習も大事なんだけど、そこはバランスをやっぱり取っていただきたいんですよね。で量で言うと、いろいろなんかレック用意してるんですけど、このパンフレットに毎年いろいろ用意してるんですけど、論文直前討論の8回と全国公開模試の4回を足した12回が基本スタンダードです。で制作チームで一応その12回分で、まあ、こうできるだけ重ならないように必要な論点は出すみたいな感じの論点のプロットを作ってでこう制作してるので、その中でその例えば、半分だけベーシックの方って半分だけ入ってる状態だと、今の自分の状態だと多分半分だけ入ってるでしょう、後期だけかな、うん、でもダメですよそれ、足してください前半分も。だからベーシックの方も明日から来るんです必ず、
それじゃないと足りない、後期だけだったら絶対足りないですよ。だからもう8回と4回の12回は書く。でも逆に言うともうそれだけでいいと思うん でその中で出てきたものの復習し、で趣旨を追い、出てきた判例を追うっていう形で十分だと思うから、まあ、ちょっと私も講義の中でこれ出てないけどこの判例もプラスしてねっていうような感じになるんで、まあ純粋にそれだけではないと思うんですけど、それだけでいいから、基本的にその指示したものだけでいいので、その現場思考力をやっぱり養ってもらいたいんです。で本試験はですね、まあ、当連とやっぱりその作り方も違うし、まあ何か違うって言われたらあれなんですけどね、ちょっとね問題文の言い回しが毎回独特なところがあるんですね。で過去も見てもらったら分かるんですけど、ちょっとぼやっとしてるんですよ本試験って。だから私たちも回答速報会で、まあ、回答例を出すときに割と揉めるんですよ。担当だともう丸罰の世界なので、間違ってるか正しいかだけだから、まあ、それでも揉めるんですけどね。もう昨日はね一問も揉めなかったんですよ。多分どの先生も、宮口先生も佐藤先生のところも揉めなかったはずなんですけど、で、まあ、レク全部今日の、ね、回答正解してましたけど、論文はねやっぱりこれ書かない、これいらないでしょとか、これも書くべきでしょうみたいなのがやっぱりあって、私たちでも結構意見が分かれる白黒じゃない世界なんですよね、答案の世界が。だからそれなんでそんなことになるのって、答練だったらあまりないんですよ。実践答練って私含めて多分3人ぐらいの先生が解説してるでしょ、全国で。宮口先生と、あと、大阪だと江口先生がされてるかな、で名古屋の先生もされてるかな、なんか何人かの先生がするんで、一つの問題を複数の先生が扱うと大体まあ揉めるんですけど、実践答練ってね揉めないんですよ、ほとんど間違ってない限り。でなんでかっていうと、もう答練のその答えにあんまりその幅余地がない聞き方をしてるんで、割と担当に近く白黒はっきりできるんですね。だけど本試験はなんで揉めるのっていうとぼやっとして聞いてくるんで、そうするとコートも取れるし、でここまで書くってこともありじゃないかみたいな、なんかそういうちょっと書く幅とかそういうものに意見が分かれるんですよ。でそういう世界だから、やっぱりその場その場で妥当性の勉強をしなきゃいけない。答案、合格答案っていうのは違法性がないことと妥当性があることが合格答案の条件なので、間違ってませんだけじゃ受からないんですよ、合格答案にはならない。間違ってないし、聞かれてることに対して妥当な答案ですのが大事なんです。でその妥当性っていうものはやっぱりその場その場で事例問題で訓練していかないとつかないものだから、なのでそれでまあ40日でやれる量としては12回かなと思います。まあ、12回って言ってもちょっと公開模試は1日中かけるんで結構大変なんですけどね。公開模試は本試と同じスケジュールでやりますから、午前中に特実やって、で昼から衣装もやって商品もやってってやって、結構検証になるっていうパターンになってくるんですけど、でも本試もそれなんで、やっぱりもう1日でねやって自分の状態がどうなるのかっていうのは知らないといけないですよね。多分商標法の頃って頭ボーっとしてくる人いっぱいいると思いますよ。手も結構こうガタガタ震えて、特許の時の文字と商標の文字とのその綺麗さが全然違うみたいな状態になってくる。今までそんな多分経験ないはずなんですよ。答練って一科目ずつやるから、そんな経験多分ないと思うんだけど、公開模試は本試と同じスケジュールでやるんで、その経験も積むっていうことですね。だから復習なくして合格はないんですけれども、しっかりちょっとやっていただきたい、その答練は頑張って受けていただきたい。でできればですけど、あんまりその平日の夜なんで無理は言えないですが、できれば生クラスの方がいいかなと思います。で実践答練受けられてた方気づいてたと思うんですけど、私日曜日の実践答練の生講義収録してなかったんですよ。でなんでかっていうと、欠席とか通信で扱いで受ける人って事前収録したものを使ってたんですね。で直前答練は
もう事前収録がいつやったか私は覚えてないぐらい前なんです。実はかなり昔にもう収録済みなんですよ。なので当然その本誌の傾向を踏まえた解説ができてないんですね。今年の担当本誌の傾向とか、あの予想される、要は試験の先生が発表されるとだんだんこう傾向ってこう浮き彫りになってくるんで、もうあの山がだんだん晴れてくるんですけど、その辺の情報がない時期に収録してますから、あの生講義でしか提供できない情報がやっぱりあるんですね。なのであの生講義収録をしたものをあのウェブアップしますから、直前討論だけは。なのであの地方の方とか、あとどうしても平日の夜なんで難しいんですって方は、事前収録 の, あのウェブではなくて生収録のウェブを解説講義として使っていただきたい。 2,3 日でもアップすると思いますので、そこはちょっとあの気をつけてみてください。そうじゃないと多分ね、だいぶ情報量は違うと思います。で、水道橋で受けた方がいいよっていう特典の一つは、あの水道橋の子だけあの私の方でも採点入るんです。別に私に採点してもらわなくてもいいっていう人もいっぱいいるから、まあ、別にそこはいいですけど、あの一応私の方で採点もするんです。水道橋全員は毎回できないけど、ちょっとその受講番号の若いところから何人か分っていうのでやるんで、大体まあ8回あれば2回ずつぐらいは当たるかなって感じなんですけど、あのやるんです。で、何のためにやるかっていうと、それは別にサービスではなくて、採点をするとちょっとこうこっちでは予定してないことが結構皆さん書いてたりとか、あの間違いやすいところでこれ後から解説した方がいいなっていうところがやっぱり出てくるんですよ。要は公表するってことですね。だから前の回の公表時間を次の回の頭に取るんで、あのちょっとそのみんながどんな感じかとかっていうのも分かるんですよね。で、相対評価だからそれすごい大事なんですよ、その情報っていうのは。だから本誌っていうのはあの相対評価なんで、みんなが書くことに付き合えば受かるんですね。で、みんなが何を書いてるのかなってことをだから知る機会がやっぱり必要だから、なのでその公表の時間を取りますので、あの、まあ自まあ、人の、ね、答案で公表を受けるのもいいんだけれども、まあ、1回2回もしよかったら私の方で採点するので、それに当たってもらったらいいかなと思います。で、一応ね、いろいろな人に聞くんですけど、緩い方だって言われます。採点が厳しい方じゃないです。だからそんなビビらなくて大丈夫です、うん、あの採点は緩いって言われます。まあ、その最初に8点の話をしたんでびっくりしたかもしれないけど、それもちょっとよっぽどな人なので、あの割と採点、普通の採点チームの採点者よりかは緩いかなと思うんですけど、ただ私は割とあのもう自分の経験値で、まあ、これぐらい書いてれば本誌で OK でしょっていうラインでこの直前期なので採点しちゃうので、あの実践討論とかの採点よりかはやっぱり本誌よりあの緩いと思うんでね。だからまあ現実ベースだというふうに考えてください。これで OK だったら OK なんだなって思ってもらったらいいです。で、あと山の話なんですけど、あの皆さんの方では自分の穴をできるだけ見つけて、でそれも一つでも多くこうデコボコがないようにしていくっていう作業をとにかく40日繰り返してください。で、どこに山があるのかなんて、あの正直わからないと思います、受験生の方は。だってあの山手講座ってね、私毎年やってますけど、あのめちゃくちゃ大変なんですよ、この1日のため の, あの情報収集っていうのが。まず、まあ、試験の先生方の専門も全部調べるんですね。書いてる論文とかそういうところまで調べますし、事務所の専門だったりとか、あの事務所の中でされてることだったりとか、そういうことも全部調べ上げるんですね。で、過去やっぱり15年ぐらい、今もう20年ぐらいのデータがあるので20年分ぐらい見ますけれども、あの論点のこのサイクルなんかも全部調べるんで、例えば職務がこれ5年おきに出てると、ださここ4年ぐらい出てなければ当然出る可能性が高いよねとか、そういう感じのデータの取り方もするし、
であとやっぱり口述試験って結構その前の年の口述っていうのが昔からその次の論文試験に影響があるって言われてるんですね。で口述試験ってブラックボックスなんですよ実は。あのここに載ってるものっていうのはかなりあのなんていうんですかねこう修正してテキストに相応しい回答にして載せてるので実際のあの再現とはだいぶ違うものなんですね。ここに載ってる回答ってでも再現を出してもらうと割とそのなんていうのかなその年何を聞きたいのかなっていうところがこう何を聞きたいのかっていうか何を分かってないと試験は許さないと思ってるのかとかそういうことが分かるんですよね。だから再現なんかも全部集めて見てますしあのそういうすごく要は何が言いたいかというとそんな苦労を40日でするべきではないと思ってるんですよ皆さんの方では、うん、だからそれはもうなんていうのかな役割分担なので私の方でちゃんと責任持ってやりますから皆さんは自分の今の現状をちゃんとあの見ていただいて自分の現状見ていただいてであこれ自分は、ね、共同発明ちょっと弱いなとかあ侵害が苦手なんだなとかそういう穴が見つかったらもう徹底的にそこを埋めるっていうことをやっていくでその穴を見つけるために答練とか公開模試を使っていくということをあのやっていただければ有意義な40日になるかなと思います。で特にあの私もあのオフィシャルサイトを持っているってでいろいろこうブログを書いたりとかもするんで分かるんですけどあの私はもう実名でオフィシャルサイトもしてますしあの自分の身分も明かした上で書いてるんで、まあ、どこの誰だかっていうのはもう当然皆さんにも分かってるわけなんですけど多くの方は割となんか分からないじゃないですかそのブログが 誰が書いたものかって割と分からないでしょ要はあの責任がない立場で書いてるっていうか、うん、で情報ってやっぱりその役に立つこともいっぱいあるんだけれども誤った情報もいっぱいあるんですよ。だそれをねいい加減ななんか山手とかをされちゃってその合格してまだ 2,3 年ぐらいだと割とその受験に関わりたい欲っていうのが消えてない人も結構いるんで特にその採点のバイトなんかをしてると割と興味があるわけですよ。で山当ててみたいっていうのでその責任がない立場でその山なんかを発表されても私は絶対信じるべきではないと思う。だって外したって何の責任もないじゃないですかそういう人たちの山って。だからそんなどこまでやってるかも分かんないでしょどこまでちゃんと情報分析してるかも分かんないでしょですから今情報化社会でね簡単に情報が入るからこそちょっと40日はもう SNS シャットダウンするぐらいのそれぐらいの気持ちの方がいいかなと思う、うん、あの見てると、うん、こんなこと書かないでほしいなとかいっぱいありますよ。こんな時期にこんなこと言ったらなんか出るんじゃないかと思っちゃうんじゃないかみたいなよくありますよ。でも3年ぐらいでこの論文試験の傾向って結構大きく変わるんですね。で今はもっと短いかもしれないので例えば身近に弁理士さんがいたりとか合格者の方がいたとしてももうちょっと前の時代に受かった人っていうのはもう多分その人が受けた試験とは違う試験なんですよ皆さんが受ける試験っていうのは。だから当然傾向も違うし使っていいものも違うんですよね。だからあんまりそのすごくこの業界の人って親切で事務所なんかに受験生がいたら何かしてあげたいって思う人がいっぱいいて本当に気持ちはすごくありがたいんですけどでも実際はなんか足引っ張ってるみたいなことが結構ありますから周りに助けてくれる人がいればいるほどちょっと気をつけた方がいいですね。だから本当に孤独で全然この業界の人に知り合いがいないんですみたいな方がいいかもしれないですよ本当は今はね。だからちょっとその辺のあんまり山は張らないで穴を埋める勉強をしてください。であとちょっと
あの講座の、まあ、質問を毎年受けるところでちょっとだけお話をすると、ですね、まあ、基本的にはだからあのレギュラーパックっていうのがレギュラーなんですね。あの王道なんですよ。でなんですが、私が思うにはここなんですよ、必要なものは。でこれをつけるかどうかはちょっと人によってって感じなんです。でこれは何かっていうと、私も担当してるんですけれど、あの、まあ、名前の通り過去問をひたすら解説しますっていう講座なんです、うん、で通常の過去問とは違って、あの例えば拒絶流通知に対する対応策っていうのが、まあ、例えば、まあ、2、3年おきに出てると、そしたらその設問だけをこう抜き出して問題集にして、でその次例えば、うん、保証金請求権の問題を集めてる、で侵害の問題を集めてるみたいな感じで、場面ごとに集めてるんで、担当の皆さん あのお持ちの体系別過去問集ってあるでしょ、担当の、まあ、あんな感じですね、このテキストは。だからこの過去問のテキストは、だからあの通信にしている理由でもあるんですけど、生でやらないっていうのもある、あの理由の一つでもあるんですけど、あの自分が必要な場面からやればいいっていう使い方ができるんですよ。侵害が苦手だったら侵害から受講すればいいし、うん、で衣装が苦手だったら衣装から受講してもいいし、対拒絶流通知の策は自分はもう得意だから、いらないんだったら無視してもらうっていう感じで、前から順番に受けなくてもまあいいっていう感じの作り方をしているので、あのそういう使い方が必要であれば、まあ、過去もあまり見たことなくてとかであればこれつけていただいてもいいんですけど、そうじゃなかったらもうこの2つだけでもいいですよ、全然。だからこれはまあ本当にその人にとって、まあ、どれぐらい余力があるかもですよね。だってこれ6回もあるから、3時間かける6回もありますから、うん、まあ、最後の2回はですね、あの再現答案分析編って言って、実際のこの答案だったら何点つきましたっていうのがオープンになってるんですよ、何人かの方のが。で、まあ、でもね、参考にならないですよ、全然。むちゃくちゃだから、むちゃくちゃです。だ現実を見る感じ、あこれでも受かるのみたいな、いやこんなミスしてもこんなに点数つくのみたいな、だ精神安定剤にしかならないですよ。うん、でも、まあ、こんな答案なのにこんな点数つくんだっていう多分全員が感想を持つので、精神安定剤にはなるかも、うん、だから、まあ、でもね、それは当たった試験委員の問題もあるし、あの一概には言えないから、あの、まあ、そうでこの答案でこの点数なのに、なんでこの答案の方がいいのとか、なんかそういうのもあります、実際解説してて。だからもう私もすごいストレスたまる講座で、なんかこう、あのなんていうんですかね、こう測れない、物差しがない講座なんですよね。でもそれが現実なんですよ、実際。それも私も受け入れてて、それが本心の現実なんだなっていうのは分かってるので、うん、でまあ結構甘いんだなっていう感じですよね。だからまあ2回がそれ で4回は今言ったような体系別の過去問集になってます。だからまあそれが必要だったらこれをつけてもらって、必要でなければもうこれだけでいいです。であと、まあ、いろいろ安くするからって言ってこうあるんですけど、まあ別にいらないですよ、そんな。あともうこの辺は特になんですけど、皆さんがどれくらい時間を割けるかですよ。であと自分にどれくらい必要なのかですよ。だからもう趣旨一回も勉強したことがない、担当に命かけてきましたみたいな人だったら、まあ趣旨対策やった方がいいし、じゃあ何からやってもいいか分かんないし、ね、レックの基幹講座受けたことないから趣旨、まあ、要は論基礎のテキストが趣旨載ってますけど、でもそれも受けてません、中上級の基幹講座も受けてませんだと、何も趣旨の勉強するツールがないってなると、やっぱりちょっと趣旨っぽいものを取った方がいいとかもあるから、まあ、そこはもう人によって違うんで、オプションはもう自分の取れる時間と、あとやらなきゃいけないこととの対比で、やらなきゃいけないことが今膨大にあるのに、ね、1日の勉強時間取れる時間もどう考えてもかき集めても5時間ギリギリだと、
でもそれだったらもう余力ないからやめとこうかっていう判断になるので、もうこの辺は本当に自分の余力とかそういうので考えてもらったらいいかなと思います。なんとなくね、こう時間の割にはというか、口座の大きさの割には安くて魅力的なんですけど、お金じゃないんで、かければ受かるわけではないので、そこはあんまり考えない方がいいかなと思いますね。安いから取っとこうみたいなのは良くないですね。はい。で、ベーシックの方はだからこれですよね。これ追加してもらいたいんですよ。後期がついてるから、前期これの後期ってなってるけど、事務局の方に言ったらもうすぐ分かります。毎年のことなんで、これの前期を追加してもらったら今のレギュラーパックになるんで、いくらになるのかな、プラス9万円ぐらいかな、追加したらこのレギュラーパックになるから、今自分が持ってるの半分しかないってことは言っときます。それだからあと半分がいるよってことね。で、明日から出てくるっていうことですね。で、生講義が課金ですね。論文直前討論は、私が水戸橋で生講義するのは課金で、もしが土日のどちらかだと思います。だから、自分でそっちを選ぶんでしょうけど、金曜日の夜遅くなるから土曜日じゃなくて日曜日っていうのもいいし、日曜日はなんか開けときたいから土曜日に終わらせるっていうのでもいいし、そこはもう皆さんの好きなようにしてもらったらいいです。でただ、ちょっとこのレジュメのですね、2ページのところに書いてあるんですけど、模試は本試のように、本試は模試のようにって言うんですよね、現場思考力を満たす。で、大把握の取り方や構成の仕方っていうところを、練習していくと。で、順位を気にするっていうのは、実践討論でも言ってきたと思うんですよね。論文実践討論、大体上位 25% 入ったら受かりますから、常時そこに入るようにっていうふうに実践討論で言ってきたと思うんですよね、中上級の方の。で、特に論文直前討論だと、そのままの順位が論文本試にこうつながっていくので、点数じゃなくて順位を気にしていただいた方がいいですよね。で、本試験の会場で受ける人たちよりも、レックの受講生の方の方が、これも担当もそうなんですけど、平均点は高いんですよ。レベルはかなり高いんですよ、こっちでやってる人の方が。で、あんまり名前は出したくないけど、他の予備校の人たちよりもかなり高いです、平均点というか絶対的な実力は。だから、レックの中ではすっとパッとしないけど、でも試験会場行ったらその中では結構できる方っていうことはあるとは思いますけどね、だけど一応レクの中での順位は気にしていただきたい。で、あとそのやっぱり模試とか討論で絶対やってもらいたいのは時間配分ですね。時間がありませんでしたっていう言い訳を絶対やらないことです、この直前期になって。だからもうバンバンもう雑に飛ばしてでも最後の問題まで行くっていうことをやらないと本試験間に合わないです。で、特実は普段は多分20分ぐらいで答案構成やってると思うんですけど、討論は15分で切り上げて書いてください。で、その練習ができないと本試験では時間が多分足りなくなります。意匠商標では20分から25分で切り上げて書くようにしてください。だ、本試ではその練習ができれば本試で時間が足りないってことはないと思うんだけど、やっぱりね、もうかなりいらっしゃるんですよね、時間が足りなくなったっていう人が。でもそれも実力のうちだから、問題文が読むスピードが遅いんですってのも、それは知識の問題ですからね。問題文を読むのがなんで遅いのかって言ったら、スッ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 入ってこないからでしょ、事案が。何聞いてるかっていうのパッとわからないから問題文をゆっくり読まざるを得ないわけですよ。何だったら1回読んだぐらいじゃ入らないから 2,3 回読んで答案構成しだすっていう人だっていると思う。で、それは何でかって知識がおぼつかないから時間がかかるんですよ。だから何が原因なのかっていうことは、そのスピードを上げる練習っていうのは各練習で上げられるわけではないので、元を正さなければいけないんですけど、直前期はやっぱり
それを確認するっていうかね、その現場でそれをちゃんとできるようにしていくっていう仕上げ方をしないといけないので、あの完璧主義の人気をつけてくださいね。あの完璧主義の人はある程度インプットが完成してから、ある程度こう自分で書けるようになってから、それからもし受けたり答練受けたりしたいって分かるんですよ。で特にベーシックの方なんかだと、もういきなりあれでしょ、もうこの担当本誌が終わったと思ったら、もういきなり中上級の人たちと合流してやらなきゃいけないっていう、このなんかこう放り投げられた感じに明日からなるんですけど、でもまあそれが現実的に戦わなきゃいけない相手なので、早めにやっぱりそこで慣れていかなきゃいけない。でその中でやっぱり一番苦労するのが皆さん時間配分なんですけど、だけどそこをやっぱりあの課題としてクリアしないといけないので、完璧になってからなんていつまでたっても来ませんし、で知識は復習で後から注入すればいい話なので、なのでまず今やらなきゃいけないことは何っていうと、もう雑でもいいからとにかく最後まで書き切ることなんですよ、うん、もうとにかく一つの設問の答えが1行で終わったとしても最後の設問までいくことなんですよ。で1行でも受かってる人いっぱいいますから、言っときますけど、でなんなら特許は一つの設問丸々飛ばしちゃっても受かってますから、それ現実なんです。直前期にしか言わないけどね、直前の絵とか期間講座で言っちゃうとそれでもいいっていう、もう前提で勉強しなくなっちゃうからあんまり言いたくないんだけど、でもそれ現実なんですよ実は、うん、だからあのよくね論文本誌後の相談会で再現とは持ってきて、最後の設問までいかなかったんですとか、設問用飛ばしちゃったんですとか、答えてないんですとか、だからもう来年に向けてどうしたらいいですかって言うんだけど、でも、まあ、もちろん全体見てですけど、うん、口述の勉強しようって言うんですよほとんどの場合。それはそれぐらいでは落ちないぐらい本誌は現実緩いんですよ、うん、だけど、まあ、飛ばすっていうのは本当は良くないんだけどね、良くないんだけど、他ができてないともちろんダメだから良くないんだけど、でもやっぱりなんとか全体まとめるっていうことが本誌では一番重要なので、なんとかまとめる力を使うあのやっていただく。で一番大事なのは時間配分。だから明日多分時間ないって多分終わると思うんですけど、直前の俺、うん、だけどちょっと頑張ってみてください。であとね、その席の位置っていうのは何のことって思うと思うんですけど、あのまあ気にしない人はいいですよ。もう全然そんなどの席に当たったって私実力発揮できるわっていう人もいっぱいいるから全然いいんですけど、あの見てるとみんな結構指定席なんですよ、あの当連とかってだいたい同じ席に座られてる、うん、でそれはなんか多分そこが落ち着くんだと思うんですよね、講義の時は特に。でもあの本誌ってどこになるかわからないじゃないですか。で私自身はあの人が目の前にいっぱい見えるとすごい緊張するタイプだったんです、当連の時に。だから一番嫌な席は一番後ろの席が嫌だったんですよ、あの嫌なのはね。だから結構前の方に座ってたんです。見えん、あの要は自分の前にあんまり人がいなかったら後ろいっぱいいても平気なんで、うん、だからまあ一番前の方に座るっていう感じだったんです、うん、だけどまあその反対の人もいるよね。特にあの当連の会社だと私の目の前だと嫌だっていう人もいるし、あ、まあ、その自分が嫌な席っていうのがあると思うから、本社わからないんでその日に行ってみないと。だから一番嫌な席で受けるっていうのもちょっとやってみてください。時間配分で席もいろいろやってみるとかね、今日はなんか一番後ろでやるけど今日は一番前とか、そういうふうになんかいろいろ座ってみるとか、そういうのでもいいと思う。いいですかね。で、まあ、情報に振り回されないってことはさっき言ったのでいいと思います。でちょっとね、一つ前の1ページの最後のテーマなんですけど、二度と同じ指摘を受けないっていうことですね。で私もあの採点チームに入るからね、あの採点者とお話ししたりすることもあるんですけれども、まあ結構ね、実践答練だと特に覚えるんですよ、受験生の名前を。もうそれはもう昔からそうで、やっぱりあ、この人優秀だよねっていう、なんかこう先入観で採点し始めたりとかするぐらい、もう結構ね名前覚えちゃうんですよ。で直前答練もやっぱり実践答練の採点者が入るんで、
まあ、実践トレーンで優秀だったら多分ちょっとそういう先入観持ったりとかもするだろうし、で8回もあるし公開もし4回あるんで、その中でまあ同じ採点者がまあまた繰り返しあの採点に入ることがあると思うんですけれども、この間言ったよねっていうことがやっぱりある。これはもうみんなそうで、であのそうは言っても簡単に治らないこともあるじゃないですか。当てはめを十分にしましょうって書かれた時にすぐに治るわけないですよね。当てはめを十分にすることって、知識の問題もあるだろうし、まあ、書き方をある程度ね大幅に修正していかなきゃいけないことも多いから、その指摘は確かにそうなんだけど、でも例えば体言止めは厳禁ですって書いたのにまた体言止めをしてきてるっていうのは結構あるんですよ、その短いスパンでも。でも体言止めをしないことなんてすぐ直せるでしょ。なんとかことって書かなければいい話です。文章にすればいい話ですよ。ことに留意するって書けばいいだけの話ですよ、うん、でもったいないですよね。そんなことにその採点者がつけてくれるコメントなんてそんなにたくさんあるはずもないのに、そんな形式的にすぐ直せるようなことをまた指摘させるっていうことがもったいないと思いません？ですからやっぱりね、そのトーレの中でもう二度と指摘受けない、一回指摘受けたことは二度と指摘受けないっていうぐらいの修正力、これをやっぱ養ってほしいし、であと絶対ダメなのはその各位置の下のところに書いてるんですけど、あの誰に当たるかわからないと偏屈な試験もいっぱいいると。今かなりあの試験の先生若返ってますけど、私が受験生の時なんてもうほぼおじいちゃんでしたから、別におじいちゃんが偏屈なわけではないんですけど、やっぱりね、まあ、あのその後合格していろんな先生に会ってる中で、わこの人に当たらなかったよね私って、よかったなって思うこと結構ありますよ。話がわからないっていうか、で今ね私のもうあの元ゼミ生だったりあの受講生からも試験に入ってるんで、もう本当によく知ってる子とかが試験やってるんですけど、まあこの子だったら絶対厳しい採点するだろうなとか、そういう子もいるんですよ、うん、もう私が専攻するんだったら試験になって外したいぐらいの子とかいるんです。実はもう絶対難しい問題しか作らないよねっていう人もいるんですよ、試験員の中に。でやっぱりね、そうは言ってももう仕方ないですよね、試験員で当たるかもしれない、もし当たった時には。だからやっぱりそのレクの採点者のレベルでもわからないって、この書き方じゃわからないって、伝わらないって言われたんだったら、もうそれはそういう試験に当たったら絶対言われるんだろうな。でレクの採点者のは答案返ってくるけど、本紙はブラックボックスなんで、どこがどう評価されたかなんかわかんないですよ、点数は返ってくるけど、うん、だからもうやっぱりね、そこは絶対こっちが押し通しちゃダメなんですよ。わからないって言われたら書き換えるのはこっちの仕事で、ね、伝わらないって言われたら伝わらないんですよ、修正しなきゃいけない、私悪くないじゃダメなんです。もうそういう人受からないから絶対に。なのでその試験員の指摘はもう絶対なんだっていう前提で採点を受けてください。で復習をするっていうことですね。難しいことなんです、これが一番ね。人間だからやっぱり腹立つこともあるし、これでいいでしょうって分かるでしょうって思うこともいっぱいありますけど、でもそれも自分のためなんでね、うん、あと1年なのか今年抜けるのかっていうことがかかってると思って、素直にもう絶対的に服従してください、試験採点者には、うん、はい。で3ページからはトーレンの活用法を書いているので、まあ、ちょっと参考までに見ていただければなと思います。はい、じゃあお時間来ましたので、これで全体の話は以上になります。で5ページにもねちょっと10箇条で書いてありますけど、まあ、お話しした中で大体触れているところなので、見ておいてもらったらいいかなと思います。で個別相談ちょっといろいろとちょっと考えてですね、毎年やってるんですけど、レベルアップゼミ生の方この中にいらっしゃると思うんですけど、レベルアップゼミ生の方は今日高橋先生に来ていただいたので、できるだけ高橋先生で相談を受けていただいてほしいです。
でどうしてもちょっと私に一言聞きたいことがあるっていうことであればもう受けたまりますけど、ちょっと中上級の方を私はメインに引き受けたいと思っているので、ベーシックのその高橋先生の方はちょっと高橋先生にお願いしたいというふうに思っています。ですかね。でまあ別に中上級の方来てくださいって言ってるわけじゃないんだよ。今の話の中でわからないことがあってもどうしても相談したいということであれば、この後順番にお伺いしたいと思います。でも聞きたいこと相談したいことちょっとコンパクトにまとめてくださいね。結構人数いらっしゃると思うので気をつけてください。はい、ではこれで終わりたいと思います。中継校の皆さんもね頑張ってくださいね。はい、では以上になります。お疲れ様でした。